はい、こんばんはです。いや、熊本の方ですごい地震があったみたいですね。まあ、被害は最小限度に、済んでくれたらなと思います。まあそんな中で、なんですけど、今日また一周回ってみたいと思います。ちょっとね、三脚代わりになるものがけしちゃってね、これいいな、角度あんまり返せないんだけどな。さあ、ということで今日はね、ブルースナイから回ってみたいと思います。ちょっとね、遠いんですけど、まあごめんな、こんな角度がいいかなさあ、それじゃ行きましょうか。じゃあいつものようにブルースナイから回っていきたいと思います。はい、スタンバイ、レディー、ゴちょっと今ね、重心がちょっと前に突っ込んでましたね。ちょっと時間気にして打っちゃいました。もう30秒。まあですかね。はい、じゃあちょっと見てみましょうか。おお。入ってますね。さあ、続けて第2ターゲットいきましょう。はい、ではブルーザイ第2ターゲットいきます。はい、スタンバイ、レディー、ゴー。考えすぎちゃうんですね。今ちょっと張って打っちゃったな。それまでは丸いなりに入ってたんですけどね。
はい、出発終わりました。さあどうでしょうか。これで持ってってみようかな。よっ、さあ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 、どうでしょうか。おお、粘ってますね、2発ね。じゃん、先張って打っちゃったってやつはバッテンでしたね。ということで98の 4X ですかね。98の 4X ですね。まあ8点もね、だんだんこの8点のラインから遠ざかって内に入ってきてるのがまあ良しとしましょう。ということで、続いてプレートに行きたいと思います。はい、ね、ちょっとプレート自体は見えなくなるんだけど、ここだとちょうど見えるね。今日はちょっとこんな感じで撮ってみようと思います。じゃあ行ってみましょうか。ここのとこね、うまく打ててるんですけどね、今日はどうでしょう。とりあえず1枚目当たりました。2枚目も当たりました。プレートスタンバイレディ。3枚目も当たりましたよ。これで2メートルぐらいで打ってたら受けますよね、これね。手が当たっちゃうみたいなね。4枚目も当たりましたよ。プレートスタンバイレディ。うわー、今ちょっとね、取れてたかな、打ち方が悪かったでしょ今。でもなんとかかすって倒れました。まず下段クリーンですね。外しちゃいましたね、6枚目。7枚目は当たりました。プレートスタンバイ。レディ。8枚目当たりました。はい、9枚目も当たりましたよ。こんばんはです。プレートスタンバイレディ。10枚目も当たりました。うまく取れてるのかな。1枚目当たりました。なんてこう1枚ミスできてますね。プレートスタンバイレディ。
今ちょっとね、やばかったんだけどな。なんとか当たりましたね。あ、危ない。だいぶ危ない。ここまでなんとか1枚ミスできてます。残り2枚ですね。プレートスタンバイ。レディ。じゃあ、ついに外したか。さあ、最後の1枚。まあ最後当たったんですけどね、あんまりいい打ち方じゃなかったですね。さあということで、あ、ちょうどいいな、ついでにあれだな、ですね、まあとあるね、講習会ってやつに一回行ったことあって、その時にね、講師の先生がこういう練習方法あるんですよって、あれなんですよね、いわゆるまあ、APS とかじゃなくて、なんでしょう、AP、ハンドライフルの先生だったのかな、その方がおっしゃってたのが、腕をね、まっすぐ上げる練習、まあ、ちょっと重厚カバー取りますね、つうのを言ってて、APS3 ね、前も空打ち練習の説明したと思うんですけど、これね、またここだけ、コッキングしといて、プレートのスタンバイ姿勢ありますよね。これでね、この時スタンバイ姿勢ちょっと取れてるかな、うまく。ね、スタンバイ姿勢。余計難しくなっちゃったぞ。もうちょっと離れていいんだよな。よいしょ。で、まあブルザイでもいいんですけど、まあどうせならプレートがあるんで、この APS の競技はプレートの的をね、丸かなんかでいいんで、そこに向けて、まあ、スタンバイ姿勢の時にもうトリガーに指かけときます。で、音聞こえるかな、まあ、こうやってカチンってなりますね。これのカチンってなる、いわゆる手前でもう今視野はこれから落とそうっていうところで、ここでこの状態にしといて指もかけちゃっといて、練習ですからね、あくまでもね、球を入れないでくださいね。で、この状態にしといて、このスタンバイ姿勢で、まずフロントサイトとリアサイト合わせますね。でこのまま的に向かって持っていくと。でこの時なるべくフロントサイトとリアサイトをまっすぐそのままで的まで持っていくと。ですので効き目だけにした方がいいと思うんで、これ前目つぶっちゃって構わないと思います。片目、私左が効き目なんで今右目つぶってます。右目をつぶったままこのまままっすぐ上げて、まっすぐ的のところに持っていくと。このそのまま下ろすと。でスタンバイしてまで持ってくる。このまままたまっすぐ上げる。で、また戻すと。これを10億ぐらい繰り返すと、で、たまには的の方に目を持ってっといて、そこに持ってくるのもいいと思います。これね、常にこの、今落としちゃった。このね、ギリギリのところにしといて、上げ下げやるっていうのは、結構いい練習になるそうです。ぜひやってみてくださいね。プレート練習に非常にいい練習だと思うんですよね。さあということで、今日プレート、2枚外しましたね。ということで52点、先ほどブルーズアイが98だったんで、プレートが52。さあ最後シルエットってことになりますね。プレートもう一枚欲しかったな、最近のあれだと。まあとりあえずシルエット頑張ってしたいと思います。はい、最後シルエット
ってみましょうか。ちょっと今日かなり引きの絵になりますけど、腹へこらへこらせないとな。さあ行ってみましょうかね。見えるかな。おーい、やっほー。さあではシルエット三十秒からいきたいと思います。はい、行きましょう。はい、スタンバイレディーゴー。まず8メートルからですね。映ってんのかな、俺映ってんな。よし、8メートルかかりました。続いて9メートルいきたいと思います。あー外しちゃいましたね。ちょっとかなり上下したな今。9メートルの2発目ですので、合計3発目ですね。取りました。さあ、10メートル。10メートル当たりました。この俺これやってんだよな、7メートル。いまいちね、装填がはっきりしないんですよ、7メートルは。実は。うわ、当たった。はい、ということで、スタンディングをとりあえず終わりました。さあ、続いてプローンいきたいと思います。プローンもこのままいけるかな。これで入るんじゃないの、これ。で入るね。このまま行ってみよう。あれ大丈夫だよな、10分。全然見えねえよ、こっからだと。まあ、映ってると信じていきましょう。映ってなかったら、そっくりはその時。はい、ということで、プロの競技入りたいと思います。スタンバイ、レディー、ゴー。よいしょ。よいしょと。まず8メートルから。ちょっとね、左に出るんで右狙います。はい、8メートル当たりました。9メートルもね、ちょっと左に出るんですよね。9メートルも当たりました。さあ10メートル。10メートルはね、ちょうどなんですよ。高さがね、ちょっとここのとこね。お、当たった。当たりました。さあ7メートル。
ここもね、ちょっと左に出るんですよね。うん、当たりました。さあ、最後の6メートル、プローンの6メートルね。これは絶対外しちゃいけません。手振りじゃないですからね。はい、当たりました。残り10秒。ということでね、セーフティーかけて重厚カバーをしましょう。さあ、ということで、とりあえず終わりましたね。うん、シルエット良くなってきたな。嬉しい。で、シルエットが上が18で、下が20、38。ということで本日のコールド188の 4X。 おー、素晴らしいですね。非常に嬉しいです。さあ、ということでね、今日また一周回ってみました。この後ちょっとまた練習したいと思います。皆さんもね、よかったら一緒に打っちゃってくださいね。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。